皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。ひらりこと、ひらとりなです。この度、私の個人チャンネル、ひらりオフィシャルチャンネルを始めることになりました。イエーイイエーイ。はい、まあ私結構ね、チャンネル始めがちなんですけど、今回はちゃんとやっていこうと思うので、皆さんまた通うって思わないでチャンネル登録ぜひしてください。ということで、今日は自己紹介、私のことを皆さんに知ってもらうためにいろいろ話していこうと思います。ダダン、クイズみたい。名前はヒラリーこと平田里奈です。アメリカ名前はティファニーです。お父さんがアメリカ人でお母さんが日本人のミックスです。日本の出身は福岡県の久留米市で、アメリカの出身はアリゾナのフェニックスっていうところで生まれました。実は初めて言うんですけど、私なんとお家で生まれたんです。病院ではなくお家で生まれたので、その映像とかもあるので、いつか公開できたらいいなと思います。生年月日は1998年7月16日7時7分生まれです。二十歳です。今好きな食べ物は生春巻きと餃子です。嫌いな食べ物はありません。特技はもう日本語と英語とマリンスポーツとスノボとキャンプと趣味ですね。これは、まあ、趣味となんか特技なんか一緒じゃないって感じだけど、家族の構成はお父さん、お母さん、弟です。アメリカに犬2匹ぐらいいます。アメリカの家族と日本の家族います。みんないろんなとこ住んでて大変です。なかなか家族がまとまるととっても大変です。もう本当に公開したいぐらい、みんなポリティクスって言って、なんだろう、トランプ、ヒラリー、どっちがいいみたいな話を一生続けるっていう、本当地獄な家族会があります。絶対行きたくない。アメリカは1年に1、2回ぐらいは帰るようにしています。福岡はまあおばあちゃんしかいないので、まあ、帰れる時は帰るって感じです。基本的に私は東京で仕事をしていて、もともと、あ、そう、これ大事じゃん。もともと私、12歳から AKB48 に入っているんですけど、AKB48 はオーディションが受かってから日本に引っ越してきて、そっから日本語を覚えてっていう感じです。それで18歳の時に AKB を辞めて、2年間フリーで活動をして、まあ、例えば舞台やったりテレビのレギュラーをいただいたりとか、まあ、いろいろちょこちょこやってて、で、去年の年末ぐらいに事務所に入ってグラビア活動を始めて、 DMM.com で VR を出しました。それがいい感じだったので、これからもいいお知らせがたくさんできるのが嬉しいのと、7月20日に私のファースト DVD が発売されるので、皆さんぜひ発売したら買ってくださいお酒結構飲みます、私は。だからいつかね、この YouTube でお酒の企画とかできたらいいなと思うし、英語喋れる方に向けた動画だったりとか、自分がただ単にやりたい Vlog とかやりたい。結構私海外に行くんですよ。本当に月1回レベルで海外行くんですよ。なのでちょっとそういう海外だったり地方だったり、まあなんかいろんな行くところの Vlog だったりとか、まあ普段のメイクとかバッグの中身とか、なんかそういうある YouTuber あるあるとかやっていけたらいいなと思うので、皆さんぜひ見てください。他には英語の方に向けたこうイングリッシュ講座だったりとか、英語の方、ん？違うな、ん？アメリカの人とかイギリスの人とか、その英語喋れる人に向けたこう日本の面白いところをたくさん見せていけたりとか、あとまあ日本の方がこうアメリカとか日本じゃないところで違うカルチャーを知れるような企画だったりとか、いろいろ面白いことやっていこうと思います。はい、そして皆さん見てる方、ぜひ私に何かやってほしいこととかあれば、なんかリクエストしてコメントしてください。え、マジで大丈夫？私本当にこのチャンネル大丈夫かな、もう不安でしかないけど、まあきっと成功するでしょうということで、皆さん最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録と高評価をお願いします。そしてたくさんのリクエスト、なんならコメント、いろいろ待ってます。 YouTuber ってさ、始める時になんかやるじゃん、なんかキラーンとかさ、マンジーとかさ、なんかいろいろあるじゃん。ああいうのもなんかいろいろ考えていこうと思うので、皆さんぜひなんかいろいろ言ってください。ということで以上です。バイバーイ。